日米合同演習は、実に今年に入って、様々取り組んでいます。今回は、アメリカ強襲揚陸艦と護衛艦士も、北の合同訓練の内容を詳しく見ていきます。ある意味最強のタッグではないのでしょうか。離島奪還訓練では、かなりの威力を発揮しますよ。中国も嫌でしょうね。今では出雲やアメリカもいますし、大型輸送艦は、日本には3隻すでにあるんですよ。そう考えると本気ですね。神奈川県の横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の航空母艦、ロナルド・レーガンは、2021年7月現在、中東方面に展開しており、アフガニスタンからのアメリカ軍の撤退の支援任務に従事している。これは、2021年9月11日を期限として、すべてのアメリカ軍のアフガニスタンからの撤収が行われているためで、もともとは、太子西洋艦隊所属のドワイト・D・アイゼンハワーが同地域には派遣されていた。しかし、ドワイト・D・アイゼンハワーにアメリカ本国に開港しのメンテナンスが必須となったため、急遽にその代役として、ロナルド・レーガンが中東へ向かったものとみられている。これら両航空母艦はいずれもアメリカ海軍の主力である。10隻のミニッツ級の原子力航空母艦の同型艦で、ロナルド・レーガンが9番艦、ドワイト・D・アイゼンハワーが2番艦である。ミニッツ級原子力航空母艦は1番艦で、ネームシップのニミッツが1975年に就役、最終10番艦のジョージ・ H・W・ブッシュが2009年に就役と30年以上にわたり、建造が続けられた艦艇だ。アメリカ海軍の象徴といえば、これら大型の原子力航空母艦がまず頭に浮かぶと思われるが、元祖は1961年に就役したエンタープライズであり、その登場までは航空母艦といえど通常動力型だった。エンタープライズは2012年に退役を迎え、現在は解体作業が進められており、実に50年以上にわたって運用され、今の原子力航空母艦の基礎となったが、同型艦はなく1隻のみが建造された。アメリカ海軍は2017年にエンタープライズ級、ミニッツ級に続く3代目の原子力航空母艦であるジェラルド・ R・ フォード級の1番艦を就役させ、2番艦ジョン・ F・ケネディも2019年に進水している。ジェラルド・ R・ フォード級は、5番艦までの3隻が建造予定にあるが、最終的に10隻とも言われる目標数が実際に建造されるかどうかは、この2021年時点ではまだ不明瞭だと言える状況にある。それは、こうした大型の原子力航空母艦の建造について、アメリカ海軍内部でも、その有用性を問う声も上がっているためであり、最悪喪失した場合のリスクを軽減する意味で、ダウンサイジング化が検討されている。その構想によれば、10万トンを超過している、現在の大型航空母艦ではなく、5万トンから6万トン級の中型航空母艦とワスプ級、アメリカ級等の強襲揚陸艦を軽空母的に運用する体制に移行する可能性がある。ワスプ級やアメリカ級の強襲揚陸艦は、飛行甲板上へ駐機を行わない場合でも、短距離離陸、垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を、最大で20機程度は搭載可能とみられ、これを軽空母的に扱うとみられる。そうしたアメリカ海軍の方向性の実現を予期させる出来事として、この2021年6月末に、フィリピン海上における
強襲揚陸艦アメリカへの F-35 ライトニング 2B 型の夜間飛行訓練が実施されている。アメリカ級強襲揚陸艦の一番艦であるアメリカは現在長崎県の佐世保港を母港として配備されている満載排水量 45,693トン、全長257メートル、全幅32メートルの艦艇で、すでに2番艦トリポリも就役中だ。アメリカ級強襲揚陸艦は総建造数は数は未定だが、これまでにすでに6隻目までの計画と予算確保が進められており、毎級のワスプ級も7隻が就役中であり、これを合わせ9隻をアメリカは稼働させている。大型の原子力航空母艦の浮揚論だけでなく、近年は大規模な敵前上陸作戦が発生する可能性もかなり低いと見さされてきており、強襲揚陸艦を軽空母的に運用することは理にかなった戦術だと思える。それでもアメリカ級強襲揚陸艦は2番艦まではウェルドック機能をなくし、大型の L 脚等のエアクッション型上陸用集艇の運用はできなくなっていたが、現場の要望で現在建造中の3番艦からは復活するという。そうした状況を踏まえると、アメリカ海兵隊は未だ大型やクッション型上陸用集艇による海上輸送能力を重視しているが、当初アメリカ級は MV-22 オスプレイ等での空中輸送を主に考えれていた艦艇だった。さて、今回の強襲揚陸艦アメリカのフィリピン海における F-35 ライトニング 2B 型の夜間飛行訓練だが、沖縄に駐留しているアメリカ海兵隊の第31海兵編成部隊に所属する機体で実施された。第31海兵編成部隊は全部で7つある海兵編成部隊の一つであり、常時アメリカ本国以外に展開しているアメリカ海兵隊唯一の部隊で、約2000名の海兵隊員と約100名の海軍兵との混成部隊である。強襲揚陸艦アメリカとF-35ライトニング 2B 型を組み合わせた訓練をフィリピン海で実施した背景には、南シナ海や台湾海峡、尖閣諸島方面で圧力を強める中国への牽制の意図があったと見てよいだろう。